方がおるね、うん、あ、おそろっちだえ、ミヤの方が近いしそうなのミキ今日珍しいマジ、うん、めっちゃ可愛い一つくぐりがみんなちょっと可愛いいつも俺一人あ、待って、1個目さん書いてない1個目さん、まゆさん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 、ちょっと待ってよ書くやつあるよ、ね、これが変あ、これこんにちは、やっほーあ、チェーンに来とる、やっほーそうそうなんこんにちはこんにちはあっちはうんなんでみんなこんにちはなんでリオちゃんってこんばんはこんばんはゆうぽんさん、あ、マー君さん、まさむねさん、ピコさん、シルフィードさん、つくしさん、ちはるさん、あ、初見ですだって、ちはるさんこんにちは初見ですだって、ちはるさん初見ありがとうございますありがとうございますあ、指が映っちゃうねあ、テトさんこんばんは、マリウスさんこんばんはまゆさんよこんにちはよ、あ、お、お研修生初勝利もおめでとうってマー君さんからですイオナちゃんやっほーあずみーんコメダコメダはい研修生硬いとリラックスだってはい今日は何する今からやる気になったってねこんにちは YouTube とかで勉強してきましたってちはるさんちはるさん今日初見さん、ありがとうありがとうございます研究生じゃなくて研修生ね研修生だった研修生って書いてある研修生研修生あ、研究生って書いてある待って、間違えたあ、テロップが違ったそうね、ごめんなさい、うん、研修生だったわそれも変えれるんじゃんすごいこんばんはこんばんはねえやシュークリーム投げてるシュークあ、カンチすげえカンチ待って手がやめてよこれで合ってる黒い T シャツかわいいえ待って間違えたまた待って研修の週終わるって書いちゃったおそうあったしろちゃんしろちゃんしろちゃん待って研修生が大変研修生が大変なんか終わる字になってたあれスプラッシュがおらん私のフォローの中に終わってるかな終わってた待ってねあ、オッケー。よし、パッチ。なんかいっぱい来てる。みんなおらんのねって書いてある。そう、今日はちょっとね、まだね、到着してない方が一人おられます。はい、1個目、まゆさん、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ありがとう。よう。じゃあ自己紹介していこうか。回していっちゃう？じゃあ先に、いつもの。うん、いつものメンバー。今日は、あおちゃんは後で来るよそう、あおちゃん今日のお休みはソーラとカロンちゃんです消えてるけどちょっと書こうかな一瞬じゃあ私新メンバーさんはちょっと後でそう、ね、はいじゃあはいはい緑色担当中学じゃなくて高校1年生15歳の泉舞子ですツイッターもよかったらフォローしてくださいお願いしまーすマイコティーンでーすマイコティーンはい、やっほー、はい、じゃあ次はいあ、ソリちょっとカスカスだけどはい、高校1年生のん？高校2年生の16歳赤色担当米田美奈ですイエーイはい、スプラッシュの黄色担当岩田千尋です。よろしくお願いします。イエーイ、イエーイ、チヒロ、ヤホー、カチ。あの青ちゃんが遅れてくるけど、うん、青ちゃんも、はい、はい、はい。はい。研修生まだ硬いぞだって。もんな硬くないのよくわからない、うん、なんか急に携帯よ携帯よ携帯よこれねそんなこと言わないで見ている方もいるんだからひろちゃんちー美味しいありがとうよしじゃあ
もう行っちゃっていいかな、そろそろ。そろそろじゃあ、研修生の。じゃあ、研修生の紹介も。誰から、あ、じゃあ、いつものゆかの自己紹介は、あずみんから。あずみんか。私？じゃあ、あずみんから。長めの。え？こんばんは。前に行っていいよ。あずみん。聞いてくれ、大丈夫よ、名前から言う。スプラッシュ研修生、15歳、はい、岡田あずみです。よろしくお願いします。よー、かわいいぞ。かわいいって、ラブンヌだと。ありがとう。2枚目がある。2枚目なんか、あずみんってみんな呼んでるよ。ニックネームはあずみんです。はい、あずみん。あずみん。好きな食べ物は抹茶と梅です。はい、サックスが得意です。よろしくお願いします。イエーイ。あずみちゃんの好きな食べ物はみんなの嫌いな食べ物なんだよ。やだ、私一緒なんだよ、すごい。ほんまに。あずみんです。あずみちゃん可愛いけど、サックス、サックスすごいね、すごいね。吹いてほしいな。吹いてほしいな。吹いてほしいな。サックスとかここにないよね。ないよね。あるわけないよね。あるわけない。ないもんね。あるわけないよね。交通情報、いえいえ、すごい、みんなたくさん行ってくれてる。じゃあ準備、ありがとう、みんな。あ、覚えましたか。行けそう。もうちょっとかかるか。もうちょっとかかるね。まだかかります。かかります。音楽の授業。すごい、みんな。あ、リオリンが増えた、リオリンです。ありがとうございます。ゆうちゃん、ゆうちゃん、ヤッハーともきちさん。あ、ゆうちゃん、ゆうちゃん、なんかすごい、すごいことになってる。一瞬で静かなんでしょうか。ありがとうございます。なんかね、リオリンって響きが好きだね。ユーナ、うん、ユーナ映ってないよ。映ってないよ。二人とも映ってない。遊びでギターとかするぐらい。すごい。でも全然、いや、できん。また見してよ。見たい。なんかね、一回ツイッターあげたんじゃけどね、ギター上がっとるん、
恥ずかしくて消したくなった消してないけど、ちゃんともう映ってないよ映って、せっかく今日初めての配信なんじゃけ、落ち着きのマイコって書いてある、落ち着きのマイコ、アイコン変えたよ、なんかね、どっかにあった、本当じゃ落ち着きのマイコ、落ち着きのマイコ、マイコ変顔してって来てるよ、じゃあいつかあの途中でさりげなくするさりげなくするけ、みんな見逃さんと言ってね、あ、ゆうなちゃんのてってれが来てるのでゆうなのてってれ、あ、じゅうちゃん、やっほー、じゃあそろそろ準備がいけそう、待って、緊張、音出す、音出す、先、じゃあお二人は音だけいきます、戻り、まず音だけいきます、音だけ、恥ずかしい、あと音が出るかもしれない、いいよ、サックスやってって。私絶対できないよ。よっしゃ、じゃあ安住が片付けてっけ。次のお方の。はい。え、はい、じゃあ誰ですか。りょうちゃん、はい、私です。どうぞ。これすごい。あ、待って。あ、いいよ。いいよ。いいよ。いいんですか。はい。え、名前とかし？と、中学3年生15歳の長尾りょうです。え。ありがとうございます。リオリン、アニメが大好きです、うん、将来の夢はアニソンシンガーになることです、うん、リオって呼んでください、よろしくお願いします。リオリン、私がリオリンって呼ぶからみんなリオリンって呼んでる、リオリン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 、めっちゃ好きよリオリン、ありがとう、なんかね響きが好き声が落ち着くとアニソンシンガーか、声が落ち着くめっちゃ嬉しい、ありがとうございます、声が好き、ありがとう、嬉しい、すごいアニソンシンガーか、ね、合ってるね、字が綺麗だって、ありがとうございます、なんかかっこいい、アニソン歌ってるイメージめっちゃあるのよ、ね、嬉しい、何 の, あのアニソンが好き、チコミでハニーワークスさんっていう人が、知ってる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 、ハニーワーク、曲が可愛いよね、可愛 い, い、今度聴いてみよう、ぜひぜひ、じゃあゆいなちゃんの列で早いじゃあ行きましょう、字が汚いんですけど、え、これ画面いっぱいに写したらいいの、うん、おい、スプラッシュ研修生の中学2年生14歳の川本ゆうなです、うん、なんか3年生じゃない、あ、ほんとじゃ、3年生です、ツイッターもお願いします、イエーイ、ゆうちゃん、じゃあ3年生ね、3年生です、あ、3年生はい、チャームポイントはツインテールです、うん、
部活は陸上部に入っとって、スポーツ大好きです。すごい、すげえ。スポーツ大好きはすごい ね。何の競技をするの？陸上？うん、走る。陸上は短距離とか、幅跳びとか高跳びとか。え、それいっぱいいるんだ。いろいろしよる。何が難しいね。難しそう。え、何が一番得意？得意なのあんまりないけど、好きなのは高跳び。高跳びなんだ。高跳びが好きです。すごい。こういうの跳べる？うん、そうそうそう、こんなそういうやつ。はい、続き。身長が162センチで中学3年生です。受験生です。おー頑張って頑張ります。ゆうちゃんって呼んでください。よろしくお願いします。ゆうちゃん。はい、でなんかね、なんか遅刻野郎が来ました。じゃらーん、イエーイ。初めて遅刻じゃない。本当だよ。なんで遅刻したの？ちょっと学校が来ないよ。あおちゃん来ました。イエーイイエーイ。いらっしゃい。ごめんね、みんな、お待たせ。安心感が増したね、なんか。よかった。全員揃ったので。揃った。今日の、まあ、メンバーは7人でやっていきます。はい。じゃあ、アーティに自己紹介する？あ、うん。中村葵です。紫色担当です。イエイ！イエイ！イエイ！大物登場です。7人を、今日は、ね、7人合わせて、スプラッシュです。よろしくお願いします。おお、初めてじゃん。7人で頑張っていくよ。はい。すいませんね、本当遅れちゃって。いいよ。いいよ。許してあげる。じゃあ早速、うん、最初のコーナー行っちゃう？最初のコーナー行っちゃいますか？最初のコーナー。ツイッターで募集したんだよね。これ新メンバーに対しての質問を募集したんだけど、その中からちょっと選抜してね。うん。ちょっと全部行くことはできないかもしれないんだけど。メンバーにね、聞いていきたいと思いますから、うん、答えてくだされ。分かったよ、みんな。答えたね、たねみんな、うん、頑張ろう。頑張ろう。日本語をまとめましょう。そうね。じゃあ、見ていっちゃおうかな。よし、はい、どこから行くかな。あ、これ行く。あ、すごい。早く行って。ここから行こう。あ、いいよ、OK、行くよ。3人順番じゃん。準備はいいか。はい、右から。じゃあ、スマイル兄マー君さんからの。ありがとう。ありがとうございます。じゃあまず 1問目じゃない、1個目ね。うん。憧れの先輩と夢を教えてください。お。先輩。すぐ出てくる？パッて先輩って。アクターズ。アクターズの先輩かな。アクターズの先輩。みんなしかおらんぞ。今おらん。え、いや。前卒業生でもいい、ね、うん、いいよ、うん、卒業生どうぞ。いける？リオちゃんから。リオちゃんからする？決まってる。じゃあリオちゃんから。ちょっと言いにくい。言いにくい。どういう。じゃあリオちゃんからいきます。アクターズで憧れの先輩は天野ゆかちゃんです。あー、めっちゃうまい。ぽいぽいぽい。歌が上手くてかっこいいなって思ってずっと見てました。うまいよね。すごい好きだよね。すごい好き。確かに。ぽいぽい。将来の夢はさっきも言ったんですけど、アニソンシンガーになることです。イエイ、かっこいい。さすがリオちゃん。じゃあ、アズミ。え？いいよ。フォローされたら大丈夫。でも、うん、憧れてるのは、うん、ミーナと。え、なんで？アオちゃんが今思い出した。歌がすごい好きです。おー、すごいニーナ。いや、いや、アスミンからニーナ先輩。ニーナ先輩。え、アスミンから思われるとは思ってなかった。そう、うん。じゃあ恥ずかしかったんだよ。そう、ニーナの前で。やった。将来の夢も言ってくれ。将来の夢は、うん、あ、うだ踊ったり歌ったりしたり好きなので、うん、どっちもなんかいっぱいやっていきたい。なるほど。頑張ろう、一緒に。よっしゃ、次じゃあゆうなちゃんいきますか。憧れの先輩は怖い怖い。ミーティンとあおちゃんです。嘘。やった。
出よう。なんかキラチームも好きだよ。マイコちゃんも好きだよ。終わっちゃった。好きだよ。振られたね今。なんかね、チーはさ、先輩感がしないんだ。同期だからさ。同期なの？同期の修学旅行。お姉さん感で会えるもんね。ずっとチー。へー同じ F クロス？そう。チバクテンしとった時の。同期のバクテン。即チなかったっけ？そう。F クラスでしょったね。全然同期っていうイメージがない。同期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 。ありがとう。違う違う。自分からまた濃い内容でしたね。濃いね。じゃあ次誰行こうかな。ピン。あ、これ一緒だ。うん。ちょっといいとこ聞こう。ここしよう。いいとこ。オッケー。はい。あ、じゃあ。あ、ごめん、何？何もない、何もない、何もない。いいよ、いいよ。よかった。ちょっともっと浮かれようかなと思っただけ。次に行きます。じゃあ、ゆまぽんさんから。ありがとう。質問です。ありがとうございます。研修生の3人へ、自分のここを見てほしいというところはありますか？魅力ポイント。魅力ポイント。うん。ちょっと考える時間あるよかな。魅力ポイントか。自分のじゃあミーヌの魅力ポイントは？うん？魅力ポイントは？魅力ポイントか。魅力ポイントに聞こえる。声。ミーヌの声素敵ね。で自分の声は嫌いなんだけど。ちょっと好きだけど。聞いてないよ。教えない普通のところよねそうねザ・普通じゃんじゃあもう考えたかなそろそろいいかなりおちゃん言える、はい私は歌が好きなので、うん、歌を見てほしいなって思いますおー素晴らしい早く歌いたいね歌いたいですそうね確かに頑張ります頑張ろうじゃあ次あずみ先どうぞ何だよ先どうぞじゃあゆうちゃんいける？いけない。いけない？じゃあ私も。私はやっぱり。私全然思いつかん。魅力？魅力？笑顔とか。見てほしいとか。笑顔。わかんないけど。私のここ可愛いですとか。笑顔？笑顔。笑顔？あずみ笑顔。笑顔。可愛い。負けないよ。強敵いるよ。強敵やな。負けてるよ。負けてるか。あ負けてるかな。あずみは笑顔で笑顔ですよっしゃじゃあゆうちゃんはゆうな、うん、元気なとこあー両敵やろう負けてるよ確かに若いパワーになるありがとうございましたはいあと何問ぐらいいく 3? これいくじゃあいきますメンバーになったら、あ、つくしさん、つくしさん、ありがとうございます。つくしさん、メンバーになったら何色を担当したいですか？おお、これはみんな気になるところだよね。この色はどう？赤どうですか？さっき呼ばれなかったからってそういうの。青と黄色混ぜるのはどう？みんな青と黄色混ぜるのはどうか？今はゴルフとでもいいよ。うん、そうだよ。赤どうですか？あの可愛い可愛い緑もどうですか？可愛い可愛い。決めた？決めた？いや給食の中で。そう。いや何でもいいよ。好きな色だよね。好きな色。給食以外でもいいよ。オーロラ見て入った時オーロラがいいとか言った。オーロラ。はい。じゃあ。リオちゃんからいけますか？はい、はい、うんやめなさいスプラの中でずっとリリちゃんが好きだったけん、オレンジになりたいなって気持ちがありますオレンジっぽいよね、似合うね、オレンジっぽいいいねはい、やっぱいいね、オレンジ水色あ、おーっぽいあれじゃんもねあれじゃん水色自分の好きな色でもいい、全部
水色と、うん、オレンジと、うん、ピンクと、うん、リボンな全部カノンちゃんのやつない、黄緑あー、いっぱいあるな全部混ぜて黒にしようじゃあ結局黒みたいな白みたいなじゃんなんかさ、自分らがさ、予想しとったやつさ、うん、オレンジと水色とピンクだったそうそう、かなとかって考えとったよ当たった当たってはないよ当たってはない当たってはないすごいこれ聞いてみたいんだけど聞いてみいいよあ、いいじゃん怖い怖い怖いなに何よ、清丸さんからのありがとうありがとうございます先輩メンバーよりも、自分たちの方が勝ってるって思うことは何ですか勝ってるって読むんだよ勝ってるって言うんだ勝ってるでもよくない勝ってるじゃあ勝ってる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 勝しまさしまさしえ、一人ずつ言ってもらうメンバーね、グループ的にってこと一人ずつがいい先輩メンバー怖っえ、じゃあこの4人の一人そういうことちゃんとこの後ろの先輩メンバー一人一人一人ずつって言うグループ的にってこと、うん、じゃないそれか誰かを選んだらこの人にも勝てる何かが勝てるえ、それはちょっと次、例えばだったら走るのが一番速いと思うとかそういうことかそれもそういう感じだけん自分が得意とするもので誰にも負けないぞって思うそうねなるほどなるほどそれなのね、怖くないねそれなのね、怖いからやらんよじゃあ、ゆうちゃんいきますかじゃあ、うん、アニメ愛は誰にも負けませんあーそれはそうやね負けたわ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 アニメ分かんないけど、うん、負けたねじゃあ、あずみは私かうんかわいい怖いもうかわいいとかかわいいかわいい負けた負けたね負けたね優ちゃん行きますか？ゆうな。うん。なんかポン、うん、ポンと出たかな。なんで自分が自信あるものとか。そうそう自信あるもの。うん。いいことじゃなくてもいい。あいいよ。でも勝ってないのに。勝ってないよ。マイペースさ。まあ勝ってない。それ勝ってほしくない。あずみちゃんさせてください
なんかスプラッシュってすごいって感じのがあったから、ついていけるかなっていうのが不安だった。なんかそう思われてると思ったんだけど、なんかドキドキする。え？はい、ちゃん。ゆうなは一番最初に知ったのが、パパかママからで、絶対冗談言っとるって思っとって、数分後に携帯開いたらめっちゃ来とって、車の中で叫びました。うわー、嬉しかった。決まってめっちゃ嬉しかった。嬉しかった。嬉しくないとか言えない。嬉しくなかったらここにいないよ。嬉しかった嬉しかった嘘つけ。なんで嬉しかったよ。え、自分はあれよ、信じられんかった。だって自分ね、ファミレスでご飯食べたんよ。だからアオティンから電話が多分かかってきて。嘘じゃん。どうなるって。違うよ。え、アオティンじゃなかったっけ。え、マイコから来た。え、マイコ来て。え、違う、ね、ファミレスでご飯食べたって、アオティンからなんか連絡来てスプラになったよって。そうなの。でやって、でもみんなステーキ食べながら、いや、そんなことないわって言ったら高い。で、最初の報告は確かアオティン。自分はなんか覚えてない。エレベーター乗ってなんか出た瞬間に友達からなんかおめでとうみたいな来て、アクターズの人から。すごいな。何がって言ったらスプラって言われて、張り出されるのを見る前にその人に悲しい感じで見たら面白かった。自分はね、嘘じゃんって思って1階で今村に会って、イエーイって来た。みずきが素敵。今村さんがもう言いたくて言いたくて仕方なかった。かわいい。これから一緒に頑張ろうね。頑張ろう。お願いします。今日見に来てくれた方はこれで分かったね、新メンバーのことが。そうね。ね。またこの何、いろんないっぱい質問来とったけん、それまた続きは今度ということで、はい、はい、今日はここまでにしようかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい、ありがとう。ということで今日は企画がもう一つ実はあるんですよ。そうなんです。そうなんです。ちょっと待って。え、ミラ知ってるよ。え、ミラ知ってる？ミラ知ってるよ。え、知らない人でしょ。ミラも知ってるわ。ミラも知ってるの？いきます。ダダン、夏の抜き打ちテスト。イエーイ。今日は研修生プラスミラがゲストをします。勉強のやつ。そう、だからあのスケッチブックじゃなくてさ、でも今なかったやつこれ。あ、それなの。え、どういう系？誰が一番になるかな。え、一番だけ逆の一番になる人は誰かな。これも景品もちゃんとあるよね。進級テストできなかったら1とどれのってこと。いつも大事があるのね。そうね。ケッシーは？よっしゃ。ケッシー今日でも言うの勉強してきたけど大丈夫。そう、でも分からない。どういう範囲？どういう範囲？内調。え、学校で習うんですか？あ、でも多分みんな習っとるよ。習っとるね。中学生レベルとか多分常識問題的そうだから。みんなちゃん答えられないんだよ。めっちゃ分かってる。分かってよ。大丈夫大丈夫。ゆうちゃん聞かせられんけん。あ、それ聞かせられんやん。大丈夫みんな分かる。分かる分かる。だから安心して。私もちょっと分かったもん。じゃあコメントちょっと読んでマジで教えてほしい。教えてほしい。ケッシーコメント。あ、気楽そうだな。見よう。みんなに常識はてん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 。みんな大丈夫って。大丈夫じゃないっす。そう、ソーラちゃん今日いないからさ。変顔モンスターって書いてある。去年の最下位の方がいない。え、去年最下位だ。え、そうの。そう、そうだったんだ。え、なんかでも黒もそんなアホなイメージないんだけど。そうだったよね。大丈夫なの。じゃあ受験生だけど威厳を。威厳じゃないけど、なんて言えばいいんだ。ソーラちゃん負けないでって。負けない。後輩なんて負けません。大丈夫よ、みんなちゃんおるけんって言われとるよ。強いわ、みんなも。チーやった方がって聞いてるけど。え、ありがとう。ありがとう。ありがとう。かな。はい。ボード緊張するから。みんな持った？みんな頑張ってって。いや、あ、私リオちゃん賢そうって。ありがとうございます。あずみも頭良さそう。え、裏切ったらごめんねって感じ。リオちゃんは頑張って。頑張る。いや、みんな準備はいいかい？コメントもありますね。いいよ。行くよ。え、これここに書いたらいいの？自分の前で見たいな。
あずみん弱そうだって。やだ、弱いとか強いじゃなくない？そうね、これはもう常識やから、うん、じゃあ行けよ早速。1問目いきます。ダラン、これはなんていう、この漢字は何でしょう？言えません。ちょっと待ってね。あ、わかる、これわかる、わかる。横は見ちゃダメよ。はい、横前横見ちゃダメよ。はい、これです。え、ひらがなで書いたらいい？あ、これ難しそう。いや、まだこれからだから、1問目だから。待ってね、見ちゃダメ。みんな何してるの？これですよ、みんな。みんなわかるよね。まあ、逆にみんなわからんと。もっと簡単って言ったよ。この人簡単って言ったよ。いい、いい、みんな。誰でも回答が早くやりたい。じゃあ、見せていきましょうか。せーので。はい、せーのってみんなでせーので。はい、ふぶき、ふぶき、ふぶき、こなゆき。え、なんでこなの？どこがこなの？じゆきみたいな。しかもさ、自信満々に言ったからね。簡単じゃん、こなゆき。答えはふぶきです。これはわかるよね。これはわかった。しかもさ、え、だってみんな漢字も書けるもんって書いたの。じゆきみたいな。じゆき、次、次ゆき。違う、違う。え、これはかなりショックよ、ちょっと今まで。しん、あ、みんなティッシュよ。研修生に負けちゃうよ。ありがとう。最低。綺麗に折って使おう。最低、みんな。新メンバーさすが。それさすが、みんななんかあったのに。常識。ごめんなさい。勝てそうな気がして。じゃあみんな数えとってよ。もっと難しいの来るんかな。なんかね、めっちゃ数学の、ね、みたいなやつ。それそれこれ、そんなんにしたらもうミーナが。そう、ミーナがダメだから。じゃあ2問目いきます。はい。ダラン。待って、もう。あ、わかった。答え見えないよね、大丈夫？うん、知らん。それはさ、これはね、何にもアイディアと思いつかない。アイディアって何だ？これもいけるでしょ。これはできないとダメだよ。三文字。三文字。え、もう一回見せてください。あ、なんじゃこの字。簡単って人もいるよ、でも。え、なんでもいい。え、習う、絶対に。あ、習う。書いてください、みんな。とにかく、とにかく書いてください。出てくる、出てくる。さすが高校生。中学生習ってない。中学生習ってない。いや、中学生。あずみんな、頭良さそうだな。こっち見て、こっち見て。こっち見て。こっち見て。コメントではみんなわかってるね。かるね、いや、わかる、これは余裕だよね。自分もかる。そう、ニュース見てたらわかる。これはニュース見てたらわかる。テレビで見たかも、この字。え、これしょっちゅう出てる。あれ、株価がどうたらこうたらみたいな。あ、そうそうそう。なんかお金系、お金系、お金系。そうそうそう。株価がどうたらこうたら。ありがとう。お金系のやつ。なんでわかる？え、お金系で合ってるよね。わからん。お金系。あ、こっち系。マイコ、わかるよ。わかるよ。そんな普通だよね。常識問題だから、これ。やばい、やばい、やばい。いいよ、いいよ。株価のやつよね。いいよ、みーな、いいよ。あ、そう、わからんかったら笑いに走っていいよ。どうしてもね、どうしても。みんな走ってないんですけど。みんなみーなを見習って。書いた？右の字がわからん。え、なんか多分ね、最初の文字はみーなわかるよ。ためだよ、ために。変えるっていう字。変える？どういう意味なんだろう、これ。もう3、4のが違ってる。ちょっとそれはおバカなので分かります。なんか変えるはなんかその株価のニュースでよく言う気がする。市場があるの？市場何て言うの？市場、うん、市場って言われる。あ、なんかそれも聞いたことない。え、言わんけ。え、相場じゃない？あ、相場だ、相場だ。え、相場？相場？相場って言われる。相場？相場？相場？ちょっと分かんないから、ここら辺で。じゃあ、記事できました。よし、いきますよ。はい。あ、なんか現金を送る代わりに手形小切って、うん、証書などで金銭を受け渡しを済ませる方法。そう、そう、もう字の通りだね、これは。金銭の受け渡しの方法。偽物ってことでしょ？偽物？いや、金銭の受け渡しの方法のこと。ちょっといいか？偽物とかじゃない。オッケー、書いたらいいか。じゃあ行くよ。いっせーので。偽善、為替、偽造。偽造、偽造、為替、偽造。お金偽造するの？二人正解。やったー。為替でした。株価のおかげで助かった。為替です。株価はマジで偽はあったよね。ね、偽造ってやめてよ。偽ってだって違くない？
ギギお久しぶり。偽造やめてよ ね, やめてよね。表面がついたらそう、あ、そういうこと。そうなんだ。惜しいね。はい、どんどんいきますよ。3問目でーれん、見せてください。はい、これは簡単。これはいける。もう字のまんま頑張るみんな。もう一回見せて。頑張れ頑張れ。これはちょっと待って。そのまんま読んで、そのまんま、うん、最初の文字が読めんの。え、そのイがなかったら大丈夫。あ、え、何を言ってる。まあ、書いて書いて書いて、とにかく書いていいよいいよみんないいよ。その調子よ、その調子、その調子。また読める。うん、読める余裕。よっしゃ、来たくない。その調子。これはいくか。せーので、以前全員全員全員やった。正解、依然です。よっしゃ、やった。ミーナ初、すごい。え、この2が2がなかったら読めるとか言ったら、これは簡単だよね。3問、3問、2問、1問。やった。あら、1問。ここから本気出して。4問目ちょっとやばいよ。4問目いきます。だら、うん、おー、わかった。だら、わかる、うん、これはわかるよね。ミーナ、うーん、それ似たような感じはわかるけど。よし、ミーナ、みんなが正解した。じゃあ、こっち見て。みんな、こっち見て。元気があることを言います。元気、元気。なんたかの魚とか言うわ。なんたかの人まで言うわ。知らん。なんたかのいい人みたいな。あ、あるじゃない。あ、違うの？みんなだ。エビ？元気がいいとか。うん。あ、なんちゃらいいとか。なんちゃら、なんちゃらいい。がいいっていう。がいいか、うん、ほにゃららがいいか、勢いがいいとか、うん、に近い感じ。そうそう、に近いっていうか、いい意味。いいか、じゃんじゃか書いてよ。待って待って待って、これです。夏の進級テストやっております。ただいま。そうです。もう一回もう一回見て。今はミーナが一問正解で、あずみちゃんが3問、リオちゃんが3問、ゆうなちゃんが2問。嬉しそうな顔してるな。待って待って、今全身正解ね。大丈夫、ゆうなちゃんまだ追いつけれるよ。そうね、頑張れ頑張れ。頑張って。ファイト。え、漢字ばっかり。全部で何問？分かんない。数学もある。え、まだまだ結構ある。結構ある。そうな。数学もあるよ。やった。やいいか。いくよ。いっせーので、じゃん。異性、異性、異性、異力。あ、でもね、その感じ。異性でした。三角をあげたい。が三角はない。が。ミーナにしては頑張ったね。おバカセンターは決めないけど、あの、3、そう、毎年やってるんだよね。いつも春にやってるんだけど、今回は夏で。今回はショールームでね。そう、おバカを決めるっていう。そうね、なかなかひどいことね。現メンバーでちょっとおバカなこと。そう。研修生の頭の良さを。ちょっと怪しいことね。比べよう。ミーナにやらせたら面白いかな。そう、ね。異性ってだってあれじゃん。女の子だったら男じゃん。それは違う。それは違う。同じね、言葉でもね、違うのがあるでしょ。雨とか、雨とか。じゃあ次行きますか。はい、第5問、デレン。デレン。はい、じゃあ、あと両方の。あー、これさ、テレビない。わかったね、ミーナ。こちらでございます。これ本とかでよくある。そう。サスケさん、はじめまして、ありがとうございます。あ、50カウントもありがとうございます。はじめまして。スプラッシュです。優れた業績を成し遂げた人。ただいま夏の進級テストやってます。よかったらフォローお願いします。あの意味は。あ、見えた横から。みんなも書いた。みんな書いた。優れた業績を成し遂げた人。うんうん、今第5問目です、これの読みを答えなさいっていう。これ手で見られてない。うん。あ、くじり。あ、そうそうそう。こっち見て。こっち見て。普通に読んで、こっちはいいわ。こっちは普通に読んで人。え？あ、うん？惜しい。じん。行くよ。待って。さっき。さっき始めました。言った。ごめん。あ、なんかさすが。言った今。え？答え。これ全部中一で習うらしいね。え？見て。習ってないよ。せーの。習ってるよ。で、じゃん。エラ人、偉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 人って。答えは、偉人です。エラ人って何、エラ人って。おい、エラ人の方が君が人って言ったんじゃん。人じゃん。人だよ。嘘でしょ。じゃあさ、ちょっとさ、みんなが考えてる間にさ、予想してもらおう。あの、
あ、逆にみんながなんて答えるかってこと。これ投票でってこと。投票で誰が一番になるかって。ああ、何一番ってどういう。でもまだまだじゃん。うん、まだある。なんか不安。まだまだいっぱいある。待って、だってあれ偉いって読んどったんよ今まで。じゃ終わ、今から終わるまでやる。そうだね。でも投げてしまったら。あった読み方が。そう、なんかもうちょっとしてから。でも星は投げれんくなるけど文字は打てるよ。そっか、あ、もう今から予想しちゃうってこと。偉いだから今から予想、後で言うてもいいし、今言うてもいいし。でじゃあ待って、じゃあ問題出してじゃあやってないで。あ、ごめんなさいね。じゃあ先に問題出します、うん、第6問、はい、ダラン。あ、これは絶対わかる。あ、わかる。これはわからんって困る。あ、違うやつよ。え、言っちゃった。じゃあダメでしょ。違うやつよ。てか漢字問題ばっかりだ。いや、後半ある。あ、でもね、漢字の読みはこれで終わりかな。これでも、これで終わりだな。え、今全然何番なんだっけ。なんかもう漢字大丈夫。いいよ、次から大丈夫。え、みーなにも優しい問題もある。じゃあ今から誰がどっち1位になる。1位になる。誰が最下位になる。誰が最下位で。でもそれはみーなだ。やめてかもしれん。やめて。あ、じゃあ1位にしようか、とりあえず。そう、はじめ。う、う、う、やった。はい、多分、うんした私うだと思われる、うん、じゃあ誰が1位か今から投票しながら。この順番で。そう、いつ押してもいいよ、これは。投票しながらクイズやっていきます。テスト今第6問これです。高速1位ミーナ。あ、1位1番ミーナ、2番リオちゃん、3番アズミン、4番ユーナちゃんで投票しながら見てください。そう、投票のボール。いいかい、みんな。これはできたよ。みんなみんなに夢ちょうだい。いくよ、せーの。素人。おお、やった。すごいじゃん、みーな。みんなみーな。みんな頭が良いな。はい、じゃあすごいじゃん、みーな。あのですね、続いてからは、はい、書き問題です。やだ、漢字。漢字よ。あー嫌い。ゆうの漢字一番嫌い。漢字めっちゃ嫌い。やめるけど。でも簡単。マジで簡単。みーな、いけ。嫌い。みーな、チャンス。頑張ればいいんだよ。みーな、漢字一番苦手だよ。でもさ、すごい。じゃあ点数みんな覚えとってね。わかる。点数書いてある。ある。じゃあいくよ、第7問。里芋。里芋を漢字で書いてください。芋って感じなの。里芋。里芋です。え、習ってないかも。芋は分かるんだ。美味しいよね、里芋。え、どっち。大好き。こっちかも。めっちゃ食べたくなってきた。あずみ頭いいよ。って難しくない。え、これ現在のさ、これ現在の見れんの。あ、みーな、その調子いけ。え、そうなんや。だから問題。え、じゃあもうさ、投票終了していい。とりあえずいいのかな、もう。いいんじゃない。じゃあ投票終了いたします。研修生頑張れ。